要点をコンパクトにまとめた聞き流し日本史シリーズ、今回は桃山文化です。信長と秀吉の時代の文化です。天下人や有力な大名による豪華で壮大な文化で、これまでの文化に比べると仏教色が薄く、新しい感じのする新鮮味のある文化です。新しく支配者になった大名や、大きな財を成した豪商の気質や、経済力が反映されています。 これまで多くの文化を担った人員勢力が、信長や秀吉によって弱められたため、仏教色が薄くなっています。桃山文化を象徴するのが城郭建築です。特徴は立派な天守閣を持つ本丸や、これまでの中世の城と違い、小高い丘に築く平山城や、平地に作る平城に変化したことです。 信長の安土城や秀吉の大阪城、伏見城など、全国統一の勢いを示す雄大で華麗で、城の内部には書院作りを取り入れた住まいである巨漢が設けられていました。押さえておく建築物を列挙します。大徳寺の唐門、西本願寺悲雲閣、これらは呪落亭の遺構と伝えられています。筑部すま神社本殿、 西本願寺書院、西本願寺唐門、これら3つは伏見城の遺構です。姫路城、白漆喰で塗られた城壁の美しさから別名白鷺城とも言われます。関ヶ原の戦いの後に池田輝正が城主となります。建築物の内部の襖、ま、壁、屏風には金箔寺に 青、緑の彩色をするダミエの豪華な障壁画が描かれました。障壁画の中心になったのは狩野派で、狩野英徳はその門人狩野三楽ともに多くの障壁画を残しました。作品では私有の唐獅子が力強く豪快な筆致で描かれた狩野英楽の唐獅子図屏風。 同じく、加納永楽の京都の街並みを描いた、落中落外図屏風、日の木図屏風を暗記します。加納山楽は、商用図、ボタン図を暗記。海放優勝や、長谷川東博らは、水墨画の優れた作品を残しました。海放優勝は、山水図屏風。長谷川東博は、松林図屏風、地釈院襲まれを暗記します。 彫刻では仏像彫刻が衰えて、ランマ彫刻が盛んになります。ランマとは、天井とカモイとの間に設けられる開口部のところで、和室の壁の上部分に小さい障子があったり、彫刻が施された部分があったりするところです。筑部須ま神社本殿に見られるような透かし彫りもこの時期に発達していきました。 他にも魔絵が施された家具が作られ、建物の飾り金具などにも装飾性の強い作品が作られました。また、朝鮮侵略の際に活字印刷術が伝わり、書籍も出版されるようになりました。 視点を長州の生活に移します。京都、大阪、堺、博多などの都市で活動する裕福な長州も、桃山文化の担い手です。堺の商人千利休は茶の湯の儀礼を定めて茶道を確立。利休の完成させた。わび茶は、簡素・簡直を精神として、華やかな桃山文化の中では少し異質です。妙喜庵茶室は、秀吉に命じられて利休がデザインしたものですが、わずか二畳の空間ながら、窓の位置や掛け軸のサイズなど、様々な工夫がされて。 ており千利休の茶の精神が感じられる建築物です茶の湯は室町文化で村田樹高、竹の女王を経て、この桃山文化の千利休で完成しました。茶の湯は秀吉や初代名の間でも流行しました。秀吉は1587年に京都北ので、北の大茶の湯を開き、 貧富や身分を分けることなく民衆も参加させました。大名たちも盛んに茶会を催して武将の中からも信長の弟の小田浦祭や小堀遠州らの茶人が出ました。茶室、茶器、庭園、稼働、香りを楽しむ行動も発展していきました。庶民の娯楽は室町時代の能に加えて出雲の奥にの奥に歌舞伎がもてはやされ、やがて女歌舞伎が生まれます。 女歌舞伎は江戸幕府によって後に禁止され、少年が演じる若衆歌,歌舞伎や、17世紀半ばからは成人男性だけの野郎歌舞伎が発達していきます。他には、三味線の伴奏に人形を動かす人形浄瑠璃、堺の商人、高猿流達による竜達節も人気になりました。服は小袖が一般的になります。小袖とは、袖口がこれまでより狭くなっている着物です。男性はそれに袴をつけて、簡単な礼服としては、よく時代劇の お城などで見るような肩が大きな肩絹に袴を合わせた紙下を着ました。南蛮文化について、この時代、南蛮貿易によって不況が活発になるにつれて南蛮文化も入ってきます。宣教師たちは天文学、医学、地理学などの実用的学問を伝え、油絵や銅版画の技法ももたらして、日本人の手によって西洋画の影響を受けた南蛮屏風も描かれました。金属製の活字印刷術も宣教師バリニャーニによって伝えられて、 印刷機も輸入されます。ローマ字によるキリスト教文学や宗教書の翻訳、日本語の辞書、日本の古典の出版も行われました。このローマ字による書籍たちをキリシタン版とかアマクサ版とか言います。アマクサ版平家物語やアマクサ版イソホ物語、これはイソップ物語です。他にもポルトガル語の辞書の日ッ辞書も刊行されました。はい、今日はここまでです。次回は江戸幕府の成立についてです。お疲れ様でした。